その時もね、何の症状なかったですね。はい。で、次の日はですね、花輪線に乗って、八幡平の方まで行ってですね、一番北のね、荒なんとかっていう駅まで電車で、まあディーゼルのね、電車に乗って行って、そこから自転車に乗ってですね、まあ高速道路と並行して下道をずっと行ってですね、で、岩手県の二戸に至りましたね。で、またバスに乗って、九戸に行って、軽米？なんていうものかな？軽い米のところを通ってね。で、金田一温泉駅の方まで行ったんですね。で、電車に乗ろうかなと思ったけど、全然来なかったんで、そのまま、青森県の方にね、また県境を越えていってですね、三戸まで行きましたね。で、タコ村かな？タコのところまで行って引き返してきて、三戸、駅から電車に乗って八戸に来ましたね。この辺からね、花粉症のね、症状がだんだん現れてきましたね。そうですね、僕の肌感覚で言うと、青森県の三戸、まあ岩手県の二戸、そこから、青森県の八戸に至るまでの間で、すごい花粉症の症状が出てきましたね。とにかく花粉がね、目の中に入るんですよね。で、鼻の中にも入る。口の中にも花粉が入る。で、付着したところが痛かったり、ムズムズするんですね。で、こういうところに花粉がついても、なんかね、ああ、花粉がついてるなっていうのがわかるんですね。まあね、洗ったりね、鼻うがいをしたり、ゆすいだり、目の中をちょっと洗ったりするとね、それだけでね、楽になるんですけどね。まあ、取り除けない花粉もあるわけで、それでちょっとね、赤くなっているんですね。まあ、花粉症になりたくない人は、今のうちは、八戸とかね、二戸とか、その辺は来ない方がいいのかなと思いますね。まあ、僕はね、花粉症にはね、めっきり強い方だと思っていたんですね。そこ以外のね、山形県とか、秋田県とか、青森県とか、北海道、さっき言ったルートのところでもね、花粉の存在はね、気がついていましたね。でも、何の症状も現れなかったですね。まあ、そこからだんだん溜まってきて、今、症状が出てるっていう、そういうことなのかもしれませんね。まあ、今日僕が伝えれることって言ったら、それくらいなんでしょうかね。あと気になる話題といったら、常磐線のあの事故かな。あそこ通れんのかな。あとは、聖火リレーなんか辞退してる人がたくさんいるみたいですね。僕の予想なんですけどね、聖火リレーを辞退する人たちはね、きっと都知事が嫌いなんでしょうね。以上です。気がついたら、今僕はここにいた。今日の晩ご飯はですね、お弁当ですね。中華弁当。ちょっとカメラ。スーパーで買ってきたお弁当でございます。あと、明日の朝ごはんは、ドーナツでしょ？あとピザパンみたいなやつね。ピザパンみたいなやつ。ね。あとね、ちょっと和菓子っぽいような、なんか変なやつがある。落ちちゃった。これね。読めるかな？反対？こんなのもあります。なんかお餅なのかわかん、おはぎではない、なんか、まあ、こういうものでございます。気がついたら、今僕はここにいた。まあ、動画版のブログだと思ってください。気がついたら、今僕はここにいた。これは郷土料理って言うんでしょうかね。八戸のね、どこかスーパーで買った、なんか、しどぎ。黒豆しどぎって書いてありますね。まあなんか、お餅ではないような和菓子のような、そういう食べ物ですね。どんな味だったかちょっと忘れちゃいましたね。朝っぱらでございます。
八戸駅ではなくて本八戸駅ですね。なんか八戸の中心的な駅のようなそんな雰囲気の漂う駅名、本八戸駅でございます。八戸線の駅ですね。そこからですね、始発の列車に乗っていきます。確かね、ディーゼルカーだったと思いますね。まだね、改札が開いてなかったんですね。早朝の本八戸駅でございます。もう一本レールがね、引けそうな高架橋ですね、高架線ですね。ここまでね、スマイルホテルっていうところに泊まったんですね。自転車で来てね、ここにたどり着きました。ここの近くにあるホテルに、おとといの夜泊まったんですね。そこに映ってるね、ホテルに泊まったんですけどもね、Wi-Fi がね、部屋まで届かないということでね、次の日は別のホテルに泊まりました。朝日が上がって出発して、角の浜かな、なんとかの浜駅を出たところですね。新しい感じの JR のディーゼルの車両に乗って、久慈方面に向かっております。夏にね、この辺に来た時もね、逆方向へ来て、ところどころ自転車で乗って旅をしましたね。その旅の続きが今回ということになっております。この日は八戸を出発して、三陸海岸をね、ずっと南の方に行くんですけども、途中、釜石の近くで宿を取ります。宿戸って書いてあるね。宿の部かな。宿の部。太平洋の海の近くだと思いますね。始発の朝一番の列車ですからね。ガラガラですね。宿の部。気がついたら、今僕は、ここにいた。前日ね、バスに乗って五戸町から八戸にやってきて、スマイルホテルにこの日は泊まりましたね。そして次の日の朝でございます。ホテルから自転車に乗って本八戸駅を目指しております。 JR 八戸線の駅でございます。到着いたしました。確かね、始発の駅列車に乗る予定だったと思いますね。ちょっと寒そうでございます。1日前はこの駅の近くのホテルに泊まったんですけどもね、 Wi-Fi が部屋まで届かなくてですね、この日の朝はスマイルホテルに泊まりました。電車がやってきました。電車といっても架線がないのでディーゼル車ですね。この車両に乗って久慈駅を目指します。途中もね、なんとか町っていうとこ通っていくんですけどね、今回は飛ばしております。車窓ですね、海の景色を見ながら南下しております。対岸ずっと向こうの方に行くと北海道があるはずでございます。まあ角度的にどうなのかちょっと分かんないですけどね、まあ、八戸から船が北海道まで出てますけどもね、まあわりかし近いんじゃないでしょうかね。海の景色をゆっくり眺めながら朝の車窓を眺めております。確かね、一番列車だと思いますけどね、改札がね、まだね、駅では閉まってましたからね、改札が開くのを待って乗車しましたね。なんかウニとかね、そういうのが取れそうな海の感じがしますね。まあ、北限の海女っていうのはもうちょっと南だから、そこら辺はどうかわかんないですけどね。この辺の津波の被害はどうだったんでしょうかね。なんか被害を受けたようなイメージがわかないんですけどね。景色でも更地になっているところもあるから、一概にどうこう言えないと思いますけどね。運転士にお伝えください。ホームが行ってください。
まもなく陸中八木という駅に到着するようでございます。海が見えておりますね。空はちょっといい天気になってきたんじゃないでしょうかね。海、海に近い駅でございますね。陸中八木駅でございます。行き違いをするようでございますね。なんか新しい車両が走ってるんですね、両方ともね。そんな感じでですね、次は陸中中野駅で撮影したようでございます。やっぱりディーゼルの音が激しいでしょうかね。そんな印象でしょうかね。ご一緒しましょう。野々地自転車全国市区町村旅、旅471から481日目でございます。2021年の3月19日か29日間の旅でございます。2021年、まあ いや、ここは消しちゃおう。東北旅、落ち妻輪行旅ということにしました。前にもね、似たような旅をやっているんですが、まあ2回目にしようかな。まあいいや。これね、まだね、そうだな、一番ね、今回の旅で一番若い場所、一番若い場所、この辺が一番若いので26周目だね、一番若いのは。なので前回はちょっとね、沖縄の旅で62に行ってやったんだ。今度は26周目このシーズンだな。もうなんかあんまり関係なくなってきたんですけどね、26周目にします。ですね、まあ早口でやっていきましょう。東北のね、自転車旅ということになっております。東京からね、青春ジャッジ切符を使ってですね、秋田県の井川というところにたどり着くわけですね。もうね、3月ですから日がもう暮れてね、真っ暗になっております。初日のね、ミッドナイト、まあ夜の自転車旅ですね。ここから出発して五条目、八郎潟町、大潟町、小賀、そして片上というところまで行って、臨行してですね、秋田市内のネットカフェに泊まりました。次の日ね、臨行して三種まで行きまして、で、国会自転車に乗って能代、八方というところまで行って、臨行して能代駅を東能代駅かな、そこへ乗り換えて、大館駅まで臨行してですね、バスに乗って小坂まで行きましたね。そこから自転車に乗って数野というところまで行って、で、地震がこの時起きたんですけどね、ちょっとね、遅れて鉄道を待って、そして、臨行して、大館市のネットカフェに泊まりました。次の日ね、雨が降っていたので、いろいろ迷って青森に行くことにしたんですね。臨行してね、そのままですね、津軽線の方に行って、よもぎだ町を通り抜けて、外ヶ浜、この時は雨降っていましたね。一応降りたんですね。で、次の電車に乗るみたいなことをやって、今別、そして新幹線に乗って、福島、通って、そして、知内町、トンネルの中だね、この辺はね。
で、木古内まで行って乗り換えて北斗市を通り抜けて函館駅まで行って、そして乗り換えて、七重を通り抜けて森を通り抜けて、八雲まで行って止まるんですね。で、次の日、鉄道に乗って長万部町まで行って、バスに乗り換えて今金というところまで行って自転車に乗って瀬田まで行ってまたバス輪行してですね今金というところを通り抜けて長万部町まで行って鉄道輪行して八雲まで行ってまた泊まって安宿ですねゲストハウスみたいなところに泊まってですねそしてバスに次の日ねバスに乗って八雲町、乙部町、そして江差しまで行ってバスを乗り換えて上の国町どっかで降りたかもしれないなちょっと忘れましたけどもここを通り抜けてそしてどっかで乗り換えて松前町に行ってそして、福島町をバスで通って支流地町をバスで通り抜けて木古内町で輪行し列車に乗り換えてですね輪行して北斗市を通って函館市行って函館市へ泊まったんですね次の日船に乗って青森県のね大間まで渡って、ちょっとねタクシーも使ったんだけどタクシーで降りる場所を間違えてしまってですね、大間市内のところで降りてしまってそこから急いで自転車に乗ってねここのところまで西まで行こうかなと思ったんだけど次のバスの時間が迫っていてですね、まあ、境付近まで行って引き返してもうギリギリでですねバスにね輪行袋の中に自転車を入れて乗ったというもうちょっとねよく考えてはよかったなと思ったんだけど、ね、またねいつか行けるとチャンスがあって行きたいなと思いますねですね、そしてこの風間浦というところを通り抜けてここはバスで通り抜けたんだなバスで通過そしてむつ市でどっかでねバス乗り換えたかな、なんか都営休憩で降りたかな。そしてね、東通り村とどっかで降りて自転車に乗って東通り村に入って、そして陸奥市に自転車で入っていって大港へなんだっけな、なんとか港駅、なんだ、あ下北駅かな。どっかで、輪行して。1個終点まで行って折り返すみたいなことをしたな青春18切符を通過たんだねきっとねそして野辺地で乗り換えて平内町は通り抜けて青森駅で乗り換えて一気に大館まで行って秋田県ですねでネットカフェに泊まったわけですね次の日は輪行して岩手県の八幡平だと思うんだけど、まあいいや。間違ってたらごめんなさいね。で、二戸、八幡平から自転車に乗って二戸に行って、一戸に入って、二戸でまたバスに乗って、九戸に行って、自転車に乗って、軽米に入って、二戸を通って、ここからね、青森県だね、三戸入って、タッコまで行って引き返して、三戸からまた列車輪行してですね八戸に行って八戸で泊まる次の日バスに乗って五戸でまた乗り換えて
ですね。そしてね、三陸鉄道に乗って野田、富代、田野原、ね、あのね、ここでね、それぞれ降りた、一回降りて、降りたりしてましたね、最初はね。岩泉でも降りたと思いますね。ちょっと忘れましたけども。だんだん時間がなくなってきてですね、まあ、小宮のところでは乗り換えたんですね、駅でね。で、この山田町はね、どうだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、降りたかもしれないし、取り抜けただけかもしれません。で、大内町は列車で取り抜けただけですね。で、釜石で乗り換えて、もう一駅行ったところで止まったんですね、安いところにね。で、次の日、また輪行してですね、このね、盛岡の方に行く、盛岡というか、花巻の方に行くやつに乗ってですね、隅田を通り抜けて、東野まで行って、そして引き返してまた隅田を通って、釜石まで戻ってきて、また三陸鉄道に乗って、大船渡を通って、陸前高田まで行って、これなんかご飯食べた覚えがありますね。そしてまた自転車とバスを乗って、気仙沼は宮城県ですね。気仙沼で確か泊まったのかな。で、次の日の朝、自転車に乗ったかな。気仙沼の駅からバスに乗って、この三陸町で降りて、自転車に乗ったかな。ちょっと乗ったかもしれないな。でもまたバスに乗って、自転車に乗らなかったかもしれないな。そのまま、途中で乗り換えて、止めて、っていうところから、列車輪行してですね、で列車でこの辺を通り抜けて涌谷とか石巻町とかね、涌谷とか通り抜けて小牛駅まで行って、そして東京に帰っていくというね、そういう旅でございましたね。まあほとんどね、まあ、こういうところとかね、前に来たところもあるんですけども、ほとんど初めて自転車旅としては来たところばっかりですね。ちょっと時間がなくなってきたので、早うこれ一生懸命作ったので紹介いたします。旅の方はね、全部で470日まで行ってないね、これ間違っておりますね。これが少し正解のデータでございます。
して今回の旅の中で初めて行った場所は大間。ここはねちょっと入ってないんだけど、サイネで風間浦陸奥東通り三戸タッコってところと新宮っていうところね、全部で41箇所、まあ一応ね行ってないところもあるんですけど、行ったことに一応しようかな。まあいつかね行く時あったら行きますけどね。そして北海道ですね。
尾形を通って、尾形を通って、小川を通って、片上まで来て、列車に乗って、秋田市まで行って、また次の日輪行してですね、ここら辺は何周目かっていうと、26周目のエリアなんですけども、次の日は、この三種というところから自転車に乗って、能代から八方っていうところに行きましたね。この八方町ね。そこからまた輪行して乗り換えて、大館まで行って、バスに乗って小坂まで行って、自転車に乗って、カズノまで行って地震が起きてね。で、その夜は、大館まで行きましたね。次の日、列車に乗って雨が降っていたので、北の方に行くことにしてですね、青森県の青森まで、どこかな、輪行して乗り換えて、よもぎ田も通り抜けて、今別とかも通ったかな、外ヶ浦、そして今別を通って、北海道のね、福島、知内、木古内、で、北斗、函館ね、函館市まで行ってから、また、七重っていうところを通り抜けて、森を通り抜けて、八雲っていうところまで来ましたね。次の日は、長万部まで輪行して、バスに乗って、今金っていうところまで行って、自転車に乗って丹沢まで行って、バスで引き返して、そして八雲まで戻って、次の日ね、バスに乗って、乙部っていうところを通り抜けて、江差まで行って、そしてバスを乗り換えて、上の国というところまで行って、乗り換えて、松前まで行って、そしてバスに乗って福島。ここね、もう今回はバスなんだね。バスね。トンネル、青函トンネルで通ってきたのが今回はもうバスということになります。本当はね、自転車で走りたかったんだけども、時間がなくてですね。で、木古内で乗り換えて、で、北斗市を通り抜けて函館市内でこの日は泊まるということですね。次の日の朝、船に乗って大間まで行ってタクシー使ったんだけど、タクシーを使ったんだけど、このね、西のね、国境というか境付近までしか行けなかったという。で、結局、むつ市内からバスに乗ってですね、東通り村ね、東通り村、そして、東通り村を通って、むつ市でまた乗り換えてですね、どこだっけな、東通りっていうところ、自転車に乗って東通りに入って、そして自転車でむつ市に入って、そして輪行してですね、ここら辺列車で通り抜けたんですけども、野辺地で乗り換えるんですね。野辺地で乗り換えて、平内を通り抜けて、青森も通り抜けて、秋田県のね、大館まで行って泊まったということですね。次の日、輪行してですね、岩手県の八幡平まで行きます。八幡平ね、ここまで輪行しますね。大館から乗って八幡平。こっから自転車に乗って、二戸まで行って、
そしてバスに乗って、九戸まで行ったんだね。そして自転車に乗って、軽前まで行って、自転車で二戸を通って、そして三戸どこかな。三戸を通って、タッコまで行って、引き返して三戸まで戻って、そして輪行してですね、八戸まで行ったわけですね。八戸で止まって、次の日バスに乗って五戸に行って、そして、五戸も今回旅してるので、これはこう内側に入れたいね。この辺から自転車に乗って、新郷っていうところまで行って、自転車にまた戻って、ここからバスに乗って、八戸に泊まって、この日はね、早くホテルに泊まるんですね。まだ明るい時間帯に。そして次の日の朝ね、輪行して、この辺の橋上とかね、広野っていうところを通り抜けて、9時まで行くわけですね。9時。で、三陸鉄道に乗り換えて、野田町で降りて、また普代でも降りて、で、その次のね、田野畑っていうところでも確か降りたと思います。で、その後はですね、三陸鉄道に乗って、岩泉でも降りたと思うんだよな、ちょっと忘れちゃいましたけど、で、小宮で乗り換えて、山田駅で降りたかどうかちょっと、VTR を見ないとわからない状態。置いてないかもしれない。通り過ぎただけかもしれません。そしてそのまんま、このね、大槌町を通り抜けて、釜石行って、釜石から一駅進んだところで止まったわけですね。で、次の日また、輪行してですね、この、住田を通り抜けて、遠野まで行って、折り返してまた住田を通って、釜石まで戻ってきて、乗り換えで輪行して、大船渡まで行って、大船渡で自転車に乗ったかな。そして、陸前高田でも自転車に乗ったかな。ちょっと忘れちゃったな。乗ったかもしれませんね。それで、気仙沼でね、この日は止まったんですね。雨が降っていたのを覚えております。そして次の日ね、バスに乗って三陸町まで、南三陸町まで行ってる。ここら辺宮城県ですね。で、またバスに乗って、遠野、登米っていうところから列車輪行してですね、石巻とかね、涌谷を通って、石巻を通って、涌谷を通って、三郷のね、小五段まで行って、そして東京に帰っていくというね、そんな感じでございますね。